2022年にロシアはウクライナと戦争を始めました。世界経済や安全保障の点で世界が大きく揺らいだのは記憶に新しいと思います。ではロシアなどの戦争をする国がなくなれば世界は平和になるのでしょうか。その答えはイエスだとは言い切れません。むしろ今保たれている秩序が壊れてもっと恐ろしいことになるかもしれません。そこで今回の動画ではもしロシアが崩壊したら世界はどうなるのかを考察します。最後までご覧いただければ現在のロシアの本当の姿とそれが世界秩序にどう関与しているのかまでを理解することができ、日頃のニュースなどを見る目も変わること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたらどこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。今あるロシアという国は1991年にソビエト連邦が崩壊したことで誕生しました。このソビエト連邦の崩壊という歴史的事件は当時の世界に大ショックを与えました。それもそのはず、当時アメリカとソ連というのは世界の二大大国だというのが世間の常識でした。その国の一つが突如崩壊したのです。崩壊というのは簡単に言うとソビエト連邦が崩壊してその中にあったロシアやウクライナなどの地域が新たに国として独立したということです。さてここで有名なロシア土産のマトリョーシカを想像してみてください。30年前にソビエト連邦という巨大マトリョーシカが崩壊してその中から一回り小さくなったロシア連邦が出てきました。このロシア連邦にはソビエト連邦と同じように名前の後ろに連邦という言葉がついていますよね。連邦というのは複数の州や国が統一されてできた国ですよという意味です。つまりその内側には複数の国や州がゴロゴロと混ざっているのですが外から見れば統一された一つの国のように見える。これが連邦という言葉の意味です。ということはロシア連邦の中にももっと小さな国や州の区分があるということです。ソビエト連邦というマトリョーシカから出てきたロシア連邦の中にはもっと小さなマトリョーシカがまだ隠れているんです。これがロシアの抱える爆弾でもあります。というのもロシア連邦が崩壊した時にはその中からいくつものマトリョーシカが飛び出してきて争うことになりかねないからです。ではロシア連邦の中には実際にどんなマトリョーシカがいるのか見ていきましょう。まず前提として知っておいていただきたいのはロシアが世界有数の多民族国家だということです。これはロシアの大きさを考えれば当然のことかもしれません。何しろヨーロッパからアジアまで全く異なる文化圏にまたがる国だからです。ロシアに住んでいる民族集団はなんと200近くにもなります。どこの大陸にももともとは誰かが住んでいてそこで争いが起こりそれに勝った民族が他の民族を従えて国を作るものです。ロシアの地で勝って他の民族を従えたのはロシア民族でした。ロシア民族の多くがキリスト教の一派であるロシア正教を信仰しています。しかし例えばその中には仏教徒が多数を占める国もありますしイスラム教徒が多く住む国もあります。街行く人の見た目も州や町によって大きく異なります。首都のモスクワなど西の方ではロシア系の人が多いですが少し離れると南部にはトルコ系やカフカス系、東部にはモンゴル系などの割合が増えていきます。これら多種多様な民族をロシアの政府が一つに統一することでロシア連邦という国は成り立っているわけです。そんなロシア連邦の中には州が47、役割的には州と同等の地方が9、共和国が21もあります。他にも自治管区や自治州という少数民族が自治している地域もあります。これらの中には独自の憲法や言語があります。共和国の中でも最も大きいのがタタールスタンという共和国です。そこにはタタール語を話しイスラム教を信仰するタタール人という民族が暮らしています。タタール人はロシアの中ではロシア民族に次ぐ第二の民族集団です。このタタール人どこかで聞いたことがありませんか。
日本人には馴染みがあるはずです。女子フィギュアスケートで有名なザギトワ選手やワリエワ選手は実はタタール人なんです。彼女らは国際大会にはロシアの代表として出場しているのでロシア人だと思われがちなのですが、実はそれは半分正解で半分は間違いです。共和国出身の人々は自分の民族意識をロシアではなくその共和国に持っていることが多いのです。さてそんなタタールスタン共和国ですが、ロシアからは独立したがっています。ソ連が崩壊した時にロシアという一回り小さなマトリョーシカが生まれたのでしたね。その時に実はタタールスタンも同じように独立しようとしました。しかしロシアはそれを阻止して小さなマトリョーシカとして自分の中に収めてしまいました。タタールスタンはその後もロシアに抵抗して独立しようとしてきましたが、現在まで実現していません。ちなみに実はついこの前の2023年までロシアにはプーチン大統領の他にもう一人正式に大統領だと名乗る人物がいました。それがタタールスタン共和国の大統領なんです。そうすることでロシアと対等の国であるという主張を続けてきたのです。しかし2023年2月の法改正によって役職名は首長に変更され、大統領を名乗ることはできなくなりました。共和国の独立の夢は今はロシアの力によって抑え込まれています。しかしもしロシアが崩壊する日が来れば、新しい独立国として世界の表舞台に出てくることがあるかもしれません。そしてロシア国内に眠る独立を目指す共和国はタタールスタンだけではないのです。実際に他の地域でも独立運動が起こり紛争になったことがあります。1990年代、チェチェンという共和国でロシアからの独立運動が起こりました。それを武力で抑え込もうとしたロシアとの間に2度の大規模な紛争が起こったのです。またこれは自作自演だという人もいるのですが、ロシアの圧政に激しく反対したチェチェン人の中からはテロリストが現れて、ロシアの歴史上最大規模のテロを起こしたりもしました。ロシアはこれを軍隊や諜報機関の力で軍事侵攻し、チェチェンの首都を制圧してしまいます。この侵攻を決定したのが他でもないプーチン大統領です。チェチェンの武力鎮圧は今に続くプーチン政権の権力基盤を強化するという結果となりました。そうしてチェチェン共和国には親ロシア派の政権が立てられて、独立運動は抑え込まれたままでいます。これでロシア国内の情勢は安定したようにも見えましたが、共和国の側からすると面白くありません。ロシアの民族問題が先延ばしにされているだけで、実際には何も解決されていないからです。今でもロシアの中で反ロシア感情を持ち続けている少数民族も少なくありません。彼らにとって今すぐ表立ってロシアに反抗するのは現実的ではありませんが、いずれ独立したいとは願っているはずです。ロシアが力を失い始めれば、民族の独立運動がロシアを内側から破裂させるかもしれません。この民族問題がソ連崩壊の要因でもあり、ロシアが崩壊した後に懸念される問題でもあるのです。次にロシアの周りを見てみましょう。周りにはソ連が崩壊した時にロシアと同じく独立をした国々があります。ウクライナやベラルーシ、カザフスタンなどの国です。ソ連が崩壊してから30年にわたり、これらロシアの周辺国はロシアとの関係のあり方を探ってきました。その実情はウクライナを見ればよくわかるでしょう。ウクライナ国内には親ロシア派と親欧米派とがいて、ずっと国の方向性を争ってきたのです。その勢力はずっと五分五分だったと言えます。実際ウクライナの政権は親ロシア派と親欧米派とが交代で取ってきたのです。ロシアに近づきすぎたら欧米の方に逃げて、それで欧米に近づきすぎたらまたロシアの方へ戻っていくというのがウクライナの政治だったのです。そのバランスが揺らいだ結果どうなったでしょうか。ウクライナ国内で親ロシア派と親欧米派との紛争になりました。それがだんだんとエスカレートした結果が今の戦争につながっているんです。もしロシアが崩壊すれば、
ロシアの周辺国はこれまで保ってきたバランスを保てるのか定かではありません。例えばベラルーシ政権はこれまで親ロシア路線を取ってきましたが、ロシアが弱体化していくとその途端にロシアから離れようとするでしょう。するとこれまではロシアの力の陰に隠れていた対立が表面に出てくるかもしれないんです。他にもアルメニア、アゼルバイジャン、ジョージアなど内戦の火種を抱えた国はたくさん存在します。特に気になるのはジョージアです。ジョージアの中には親ロシア派の地域が2つあります。現在それらの地域はロシア軍の援助によってジョージアからは独立した状態にあります。しかしもしロシアが崩壊するとこれらの親ロシア派地域からロシア軍がいなくなります。するとそこにジョージア軍が攻め込んで実効支配する、そんなシナリオが見えてきます。カザフスタンやタジキスタン、トルクメニスタンなどの国々もこれまでロシアとの強い関係の中で生き延びてきました。これら中央アジアの国々は全体的には貧しく、ロシアからの支援に大きく依存してきました。またこれらの国の間にはイスラム教をめぐる軋轢もあります。ロシアの弱体化がこれらの国の政情不安定化につながる可能性は十分にあります。実際タジキスタンでは1990年代に大きな内戦が起きています。もしロシアが崩壊した場合、ロシアの周辺国の不安定化にも対策を打たなければなりません。もう一つ考えられることとして、ロシアの力が弱まると NATO などの欧米勢力や中国などがロシアの周辺国に影響力を強めようとすることが考えられます。そこでもまたその影響力をめぐって新たな対立や争いが起こる可能性があります。このようにロシア連邦はその国内と国外に多くの火種を抱えています。今はロシアに力があって抑え込まれていたり、なんとか絶妙なバランスを保っている問題がロシアの崩壊とともに一気に爆発する、そんな危険性があるのです。ロシアの抱える爆弾の導火線に火がつけば、国際社会にも大きな影響が出てくることになります。次にロシアの崩壊が国際社会に及ぼす影響を具体的に見ていきましょう。もしロシアが崩壊することになったら、国際社会への影響は計り知れません。これを3つの観点から見ていきましょう。まず第一に、ロシアは世界屈指のエネルギー輸出国です。世界経済の中でロシアのエネルギー資源は絶大な影響力を持っています。数年前まではEU 全体で輸入している天然ガスのうち実に4割がロシア産でした。石油も3割がロシア産と資源をロシアに依存していたのです。それが今ウクライナ戦争の影響からロシアからは資源を買わないぞという空気になっています。実際に EU 諸国はエネルギー資源の脱ロシア化を目指して計画を進めているところです。目標は2030年までにロシア産の燃料をゼロにすることです。現状としてはロシアから買わずに中東の国から輸入したり、アフリカや地中海で天然ガスを探したりしています。この EU の計画は今のところうまくいっているようです。2021年まではロシアが輸出する資源のうちの4割をヨーロッパが買い取っていましたが、それが2023年には5% 程度まで激減したと言います。では、その分ロシアで余った資源はどこへ行くのかというと、それは中国とインドです。今ではロシアが輸出する資源のうちの8割を中国とインドが買っています。なお、日本はエネルギー資源のほとんどを中東の国から輸入していて、ロシアには 3.6% しか依存していません。しかし、残念なことに、もしロシアが崩壊すれば日本も EU もそのショックからは逃れることができません。というのも資源の供給が不安定になると石油をはじめ資源の価格が世界中で跳ね上がるからです。ロシアの資源に頼っていないからといって安心はできないんです。実際に2022年、ロシアがウクライナへ軍事侵攻をした時のことを思い出してみましょう。原油価格の高騰から日本でもガソリンの価格が一気に上がりましたよね。これはロシアの情勢が由来で、
資源の供給が不安定になったからです。もしロシアが崩壊すれば、どれほどガソリンの価格が高騰するのか想像もつきません。現代の社会は資源によって回っているようなものです。ロシアが資源大国である以上、ロシアと世界の経済とは切っても切り離せない関係にあるんです。もしロシアが崩壊して深刻な資源不足が起こったとすれば、世界が長期的な経済不況に陥ったとしても不思議ではありません。日本は特に資源のほとんどを輸入に頼っていますから、資源が高騰すれば大ダメージを避けられません。再生可能エネルギーや省エネ技術など対策を進めておく必要はありそうです。第2に、ロシアほどの大国が崩壊すると金融市場への影響が出ます。先にお話ししたロシア産原油やガスの輸入制限の他に、西側諸国はロシアに対して多くの経済制裁を課しており、ロシアとは経済と金融の切り離しが進んでいます。そのため、アメリカを中心とする西側経済圏への影響は限定的であるという意見はあります。しかし、中国、ロシアを中心とする東側陣営には、経済的に体力の乏しい国が多いのも事実です。ロシアの経済危機がいくつかの国に波及し、深刻な影響を広げる可能性も十分にあり得るでしょう。そうなれば、結局は世界の金融にも影響が出てきます。前例もあります。1998年、ロシアで深刻な財政危機が起こりました。その影響をまともに受けたアメリカの巨大金融機関、ロングタームキャピタルマネジメントが破綻します。この金融機関は世界各国と多額の金融取引があったので、その分事態が深刻化し、世界恐慌の危機まで囁かれました。なんとか恐慌には陥らずに済みましたが、ロシアが金融界に与える影響の大きさはこれだけでもよくわかることでしょう。第3に、ロシアがなくなると国際関係にぽっかりと穴が開くことになります。世界の情勢は国と国との力関係のバランスによって成り立っています。それは例えるなら空中に網を張るようなものです。蜘蛛の巣のように世界中のすべての国が互いにつながり合って一つの国際秩序という大きな網を張っているんです。その網の中でも多くの紐が集中する大切な接合部分にあたるのが、アメリカや中国、ロシア、EU、イギリス、そして日本などの経済大国だと考えられます。そんな国が一つ崩壊してなくなるということは、この網の一部が突然抜け落ちてしまうということを意味します。それまでは絶妙に保たれていたバランスが一気に損なわれてしまうのです。抜け落ちた国の部分を他の国で埋めるか、新しくつなぎ直すか、新しい国際秩序の網を完成させるまでの道のりは簡単ではありません。バランスを失った国際秩序は世界に混乱や危険をもたらします。ましてや、ロシアは国際安全保障理事会の常任理事国です。ロシアが良い国か悪い国かというのはさておき、ロシアが国際的に果たしている役割が巨大であるということは言うまでもありません。残された国がロシアの穴をどうやって埋めるのか、かなり慎重になるべきポイントです。では、ロシアが崩壊した後の世界について見ていきましょう。ロシアが崩壊した後、どうやって新しい国として立て直しを行うのかが大きな問題になります。政府が崩壊すれば、そこに新しい政府を作らなくてはいけません。そうしないと戦国時代みたいに自称国がたくさん現れて争いを始めるからです。ロシアは GDP で世界11位の経済規模を持つほどの国ですから、機能不全になれば世界の経済に混乱を引き起こしかねません。できるだけ穏やかに政権を入れ替える必要があるでしょう。このロシアの再建をうまく運ぶことは、ヨーロッパ諸国やロシアの周辺国にとっても重要なミッションになります。国際社会はロシアの再建を支援せざるを得ないでしょう。ではロシアをどのような国に作り変えるのか、ここは実に様々な意見があると思いますが、重要なポイントをここも3つに絞ってお話しします。まずは何よりもロシアの民主化です。ロシアの地には歴史上
日本人が思うような民主主義社会が存在したことはありません。ソ連ができる前のロシアは数百年続く帝政、つまり皇帝による独裁制でした。それが倒されて社会主義のソ連ができたのですが、その実態も今の北朝鮮に近いような独裁制です。そのソ連の崩壊後からロシアは選挙によって大統領を選ぶ民主主義を取ってきたわけですが、これも少しいびつです。プーチン氏が自分に対抗する候補者を排除したり、選挙の不正が疑われていたりと、ロシアをまともな民主主義国家と呼ぶのは難しいでしょう。ですからロシアの歴史上にまともな民主主義時代はまだ存在していないとも言えます。民主主義を経験したことのない土地に新たな民主主義政権を立てる、これは簡単なことではありません。欧州評議会などの国際機関の監視のもとにロシアで正当な選挙を行って民主主義政権を立てられるかどうか、これが最初の課題となりそうです。二つ目に、ロシアの広すぎる領土をどうするのかという問題です。お話ししたようにロシアにはたくさんの共和国や自治州が存在します。彼らの多くはロシアから独立したがっています。ではロシア人たちはこれについてどう思っているのでしょうか。ここでロシアのベストセラー本を一つご紹介しましょう。ソ連が崩壊する頃に出版された蘇れ我がロシアよという本です。著者はアレクサンドル・ソルジェニーツィンというロシアのノーベル賞作家です。彼はこの本の中であることを主張してロシア人の共感を呼びました。それはロシアは多くのものを持ちすぎるからうまくいかないのだ、いろんな民族を支配して大きすぎる国土を持っているからそれを全部守るだけの大量の軍隊が必要になる、この際全部きっぱりと捨ててしまってロシア人がもともと住んでいた地域だけをロシアと定めよう、無駄な荷物は下ろしてすっきりと背筋を伸ばして新しい国を始めようではないかと、大枠このようなことを言ったのです。ロシア人がもともと住んでいた土地というのはモスクワを中心とするヨーロッパ地域のことです。その他のもともと他の民族が住んでいたシベリアやもっと東の地域に関してはそれぞれの民族に任せるのがいいという主張です。面白いことにこれがロシア人の間で爆発的な共感を呼びました。しかし冷静に考えるとそんな単純にいくはずはありません。シベリアではロシアの収入源であるエネルギー資源や木材などがたくさん取れます。それにロシアの西から東まで今ではたくさんのロシア人が暮らしているんです。ですから例えばシベリアを切り離してロシアを小さくするという提案には問題が出てきます。しかしここでお伝えしたかったのはロシア人の中にもこの国は大きすぎるからもっと痩せてスタイリッシュにした方がいいと考えている人も多いということです。だからこそこの本に書かれた単純明快な主張がロシアで空前絶後の大ベストセラーになったのです。この本が売れたのは今から30年も前のことですから、今では社会状況が変わっています。しかし今でもロシアにとってそして共和国にとって最善の在り方とは何かと考えることは彼らに残された最も難しい課題の一つでしょう。もしロシアが崩壊すればこの難問がいきなり表へ出てくることになるということです。さてロシアを作り直すためのポイント3つ目です。ロシアが崩壊した後ロシアの軍事力をどうするのかという問題です。ロシアは世界有数の軍事大国であり核保有国です。ロシアが崩壊して例えばロシア国内から新勢力が出てきたとします。彼らの手にロシアの持っていた核兵器や武器が渡ってしまうと他の紛争地域にも流出してしまう危険があります。ですから国際機関が率先してロシアの武器の安全確保を行う必要があるんです。これには実際に前例があります。それは1991年にソ連が崩壊した時のことです。ソ連はアメリカと世界第1位第2位の軍事力を争う国でした。アメリカとソ連は互いに牽制し合いながら兵器をはじめ核開発などを行ってきたので
そこにはある種の均衡があったわけです。しかしソ連が突然崩壊します。これは核を含む兵器がきちんと管理されなくなってしまい、誰でも持っていけるような状態です。この危険な状況の中、アメリカが主導して旧ソ連諸国の持っていた核兵器を管理しました。ナン・ルーガー計画と呼ばれるこの事業はノーベル平和賞の候補にも上がったほどに名高いものです。この事業によって廃棄された核弾頭は7600以上、弾道ミサイルは1500以上と言われています。さらにはロシアの核兵器貯蔵システムの安全性を強化させたり、核を作る技術が流出しないようにソ連の核科学者をアメリカが再雇用したりもしました。なかなかに抜け目のない計画です。もしロシアが崩壊すれば、この過去の成功例に倣う必要があるでしょう。先ほどもお話ししたように、ロシアが崩壊すればロシアの国内と国外で混乱が起こる可能性が高いわけですから、国連が平和維持活動や人道支援を行う機会も出てくると思われます。その時に武器の管理、紛争の仲裁、民主化の援助など国際機関の果たすべき役割が大きくなるでしょう。さて、ロシアが崩壊するとはどういうことか。崩壊すれば国際社会にどんな影響が出るのかを解説してきました。では最後の問題です。本当にロシアが崩壊する可能性はどれくらいあるのでしょうか。ロシアが本当に崩壊するのか、これにははっきりとは答えられませんが、その危険が近づいてきつつあるとは言えそうです。その理由としては、ここ数年特に進んでいるロシアの国際的な孤立にあります。有名なロシアの国際政治学者ドミトリー・トレーニン氏は、このロシアの置かれた状況を断絶と表現しました。西側諸国がロシアに背を向けたという話ではなくて、ロシアはもう西側と断絶してしまったというのです。1991年にソ連が崩壊して以降、ロシアは西側の文化を受け入れて西洋化を進めてきました。アメリカのファストフード店やヨーロッパの人気ブランド店などがロシア人の生活の一部になっています。ですから今のロシアの比較的若い世代はもう西洋人や日本人とも同じような価値観を持って生活しています。それが突然西側とのつながりが断たれてしまった。しかもこの断絶は前代未聞です。トレーニン氏は、これほど激しく西側がロシアと敵対したことは過去になかったと言います。ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めてから、西欧諸国の多くがロシアに厳しい経済制裁を行いました。ロシアを国際社会から締め出したのです。ロシア経済は今のところまだ安定を保っていますが、長期的に見るとこの制裁がじわじわと効いてくるかもしれません。しかしロシアにはもっと悪いことがあります。ウクライナと戦争が始まってから、ロシアから大量の若い世代が外国へと逃れているということです。この理由は徴兵から逃れるためであったり、単にロシアに愛想を尽かして出ていく人もいます。ウクライナとの戦争が始まった直後、ロシアから外国へ逃れたのはおよそ30万人だという推計もあります。重要なのはその30万人が誰なのかということです。30万人のうちなんと9割近くが44歳以下だと言います。さらにその3分の1は IT 関連の人材、他にも大多数が法律家やデザイナーなど、ロシアを去ったのはいわば頭脳を売りとする人たちでした。このような人たちの多くは高いレベルで教育を受けていて、これからの社会を支える将来有望な人たちです。これからのロシアを担っていくべき人材がロシアから逃げているというのです。これは長期的に見たときにロシアにとって大きなダメージになります。そう考えるとロシアの今後の衰退は避けられないことのように感じます。それを裏付けるように、アメリカのシンクタンクが専門家の意見を統計してこのような発表をしました。2033年までにロシアが分裂すると回答した専門家はなんと 46%。 他にも崩壊はしないけれど破綻寸前にはなっているだろうと答えたのが 21%。 合計すると
7割近くにも上るんです。ロシアが今のまま大国として存続できる可能性は専門家たちは低いと見ているようです。ロシアの行方とそこにまつわる国際社会の動きは今後も世界の最重要テーマであり続けるでしょう。その時に僕たちが何も知らない、何も考えていないというのはあまりにも恐ろしいことです。仕事でも投資でも身近なものに紐づけて世界の動きは知っておくべきでしょう。これは学ぶことを避けられない、いわば必須科目だと僕は思っています。さて、僕末志社長の公式 LINE ではそういった先の見えない世界で投資などどう立ち振る舞うべきかというお金に関する情報なんかをお友達限定でリアルタイムで配信します。ぜひ概要欄からお友達に追加して情報を覗いてみてください。また大人の学び直し TV には他にも世界情勢を解説した動画があるので、ぜひもう一本見て学びを深めていってください。そしてあなたが思ったこと、考えたことはぜひコメント欄に残していっていただけると嬉しいです。全部読ませていただきます。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。